帰ります。時間は、5時57分です。6時48分秋葉原、これから浅草の方に向かいます。ガソリンスタンドで6号線の行き方を教わりまして、今そっちに向かってます。あの信号のところです。スカイツリーは立ってます。7時40分。柏まで22キロです。琴戸橋を過ぎたところ、荒川四つ橋を、今通りました。8時42分みんな歩いてます。四つ木で、休憩、ソイジョイ一本食べました。9時、5分前出発します。10時前亀有警察署で一人で帰りました。9時50分、10時23分千葉県に入ります。まだ大勢歩いてます。北松戸駅近くのセブンイレブンでトイレ休憩とおでんを食べました。11時半から11時45分まで。1時10分柏市に入ります。入りました。ヨバツカです。ポルクス、1時50分、これから16号になります。2時20分到着しました。